新NISA、積立投資枠、成長投資枠の使い分けについて教えてください。楽天証券の回答はこちら。ファンドマネージャー歴25年のベテランが答えます。新NISA の積立投資枠と成長投資枠の使い分けについてお二方から質問をいただきました。まとめて回答します。1. 現在私は積立NISAをしています。新NISAに移行すると積立投資枠と成長投資枠どちらも手に入りますか？まず1例の回答です。はい、新NISAでは1人当たり年間120万円の積立投資枠と年間240万円の成長投資枠が両方付与されます。両方とも同時に利用できます。積立投資枠では金融庁が長期の積立投資に適したファンドであると認定した投資信託や ETF、 上場投資信託にのみ投資することができます。個別銘柄への投資はできません。成長投資枠では投資対象が広がります。積立投資枠で投資可能な投資信託や ETF はすべて投資可能です。より広い範囲の投資信託や ETF に加え、日本株や米国株などの個別銘柄にも投資できます。 2. 新NISAで投資信託を積立予定です。臨時収入があった場合は成長投資枠で投資信託を買えばよいですか？続いて2例の回答です。はい、それで良いと思います。臨時収入があった時、積立投資の投資額を一時的に増やして後で元に戻すのでは手間がかかって大変です。積立投資の設定はそのままにしておいて、成長投資枠で同じ投信ファンドを買えばよいと思います。楽天証券インスタグラムでお金&投資の質問を大募集。投資を始める勇気がなかなか出ない人も、わからないことがあればいつでもご相談くださいね。毎週投稿されるストーリーズから気軽に質問してね。